昼は学校、夜は塾、深夜は家で YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今回はですね、食塩水の2回組み出しということで、二次方程式が計算で絡んでくるんですね。問題を解いていきたいというふうに思います。この問題はですね、初見で解けって言われたらですね、かなりきついところがあるかなっていうのが正直なところです。それはですね、普通に式を立ててしまうとですね、計算がちょっと複雑になってしまうっていうところがあるんですね。で、ちょっともう決まりきった解き方、こうやって考えると式を立てやすくなり、また計算がしやすいやり方っていうものがあるので、そこをしっかり押さえてほしいなというふうに思います。まず食塩水の問題なんですけども、そもそも食塩水の問題が出てきたら何を考えてほしいかっていうと、溶けている食塩の量ですね。この食塩の量を追いかけてください。食塩の量を追いかける、溶けている食塩の量がどうなっていったか、そこにまず注目しようということですね。あとはこの食塩の量なんですけれども、この食塩の量っていうのを求めるにあたってですね、割合で処理するっていうことが大切になってきます。割合で処理するっていうことですね。でこれ具体的に言うとどういうことなのかっていうことなんですけれども、例えば食塩水 200g で濃度 10% の溶けている、200g で濃度が 10% の食塩水があったとします。で、今言ったように溶けている食塩の量に注目すると、食塩の量っていうのは塩って書きますですが、食塩水 200g で濃度が 10% ってことは、溶けている食塩の量は 200×100/10 ということで 20g になります。で、これをですね、組み出してっていう話になっていくわけですけど、例えばね、この問題とはちょっとこの関係ないですけども、例えば 50g 組み出したとします。そうすると食塩水って、まあ、50g 組み出したので 150g になりますよね。で、ここでですね、じゃあ溶けている食塩の量どうなるのかっていうことなんですけれども、もちろんですね、 150g で濃度 10% だから 150×100/10 で出すことはできるんですが、こういう考え方にもなってほしいんですね。今 200g が 150g になったら、食塩水の量って何倍になったのかっていうことに注目してほしいんですよ。 200g が 150g、 200が150になったら何倍ですか。これ200/150倍ってすぐ出てくるかな。これ A が B になったら、これ A/B 倍だからね。200が150なんて200/150、つまり約分したら4/3倍だったんですね。つまり食塩水の量が4/3になるので、ってことはですね、食塩水の量が4/3になるってことは、溶けている食塩の量だって4/3倍になりますよね。なので、これ溶けている食塩の量だって4/3、つまり 20×4/3 で計算したら 15g という具合に食塩の量を出してほしいんですよ。いいかな。この食塩水の量が、ね、50g 取り除いたやつ 150g になった。じゃあ食塩水の量が何倍になったか、ね、200が150 200/150、つまり4/3倍になった。だから溶けている食塩の量だって 20×4/3 で 15g になったよ、というふうにして考える考え方ね。これを割合で処理するってことね。これ何とか倍になったら何とか倍になるよと。食塩水の量が何とか倍になったら食塩の量も何とか倍になる。何とかっていうのは同じね。っていうふうにして求めることができるよっていうことなのね。はい。じゃあこの考え方を使ってちょっと解いていきたいと思います。今 9% の食塩水 300g、 今 9% の食塩水 300g で溶けている食塩の量を追いかけていきます。 300g で 9% ですから、 300×100/9 でこれを計算したら 27g になりますね。で、ここで今 x g 取り除いたって書いてあるんですね。これ x g 取り除きましたと。そうすると食塩水の量としては 300-x g になりますね。で、ここでさっきの言ったことを使うんですね。食塩水の量が
300から300引く x になりました。じゃあ何倍になったの？何回も言うけど a が b になったら a 分の b 倍です。じゃあ300が300引く x になったら何倍か、これ分のこれだから300分の300引く x 倍になったって考えるね。ここ我慢してください。なのでこの食塩水の量が300分の300引く x グラムになったんだから、溶けている食塩の量だって300分の300引く x 倍っていうふうにして考える。そうするとこれ 27×300 分の300引く x というふうになります。溶けている食塩の量が。で、続いて取り除いて x グラムの水を入れました。これ x、これ水を入れたの。x の水。その全体の量は 300-x は x の水入れたら 300g になりますね。で、水入れても溶けている食塩の量って変わらないですよね。なのでこれはそのままですね。つまり、27×300 分の 300-x g と。これ水入れても変わりませんよと。で、続いてどうするかっていうと、また同じ作業するんですね。さらに x g の食塩水を取り除いて。さらにこれ x g の食塩水を取り除いた。ちょっとこっち側に書きますが、食塩水の量は 300-x g だと。で、溶けている塩の量に注目していくわけですが、ここでさっきと同じことが起きてますね。 300g が 300-x g になります。つまり食塩水の量は300分の 300-x 倍になってるわけね。ってことは、溶けてる塩の量だって300分の 300-x 倍。つまり、これに300分の 300-x をかけるということになります。この塩の量ね。で、ここね、あえてですね、ここ実は計算しなかったんですね。こう、約分とかできるじゃないですか。だけど、あえて計算しなかったのはなぜかっていうと、これ300分の 300-x って同じものをかけることになるので、2乗っていう表現できるんですよ。で、この2乗って表現することによって、後で計算が楽になるんですね。ここでちょっと約分とかしちゃうとね、計算がね、ごちゃごちゃになっちゃいます。だからちょっとあえて取っておくっていうのもポイントになります。なので、塩の量は 27×300 分の 300-x の2乗というふうになります。で、これもまた水入れるわけですね。水入れて、x g の水を入れてかき混ぜたと。で、結果的には、濃度が 4% になったと。で、塩の量ですか、これ同じですね。ちょっと同じだから、27×300 分の 300x の2乗。というふうになるわけです。ということで、この状態ですね。食塩水濃度、溶けている塩の量が出てるので、ここで方程式を立てて解くことができますよ。っていう話になっていくわけですね。いいかな。まず式の立て方っていうことで、こういう風にして立てて解くんだよっていうことですね。これね、ちょっとその計算を先にしてしまったりとかですね。あとはその割合でちょっと処理することができないと、これ結構きついです。割合で処理することができないですね。なので、このなんとか倍、なんとか倍っていう感覚ですね。ここの300が 300xg になって、300分の 300-x 倍。ちょっとね、見慣れない表現かもしれないけど、これにちょっと慣れてください。これ慣れていかないとちょっと答えまでたどり着かないですね。はい。では、もう式を立てるだけなので、あとはちょっと計算をしていきます。はい。では、この状態ですね。食塩水 300g、濃度 4%、溶けている塩の量が 27×300 分の 300-x の2乗。これで式を立てます。食塩について式立てると、27×300 分の 300-x の2乗イコール、食塩の量 300×100 分の4という式になります。で、これを計算していきます。でね、ちょっと計算のコツがあるからね、これ普通に解いていくとちょっと間違えてしまいますので、計算のコツがあります。まずね、この2乗ね、展開しないでください。2乗は展開するな。これ2乗展開するとぐちゃぐちゃになるから、絶対やめてください。2乗は展開しません。このまままず計算すると、これ 300×100 分の4計算して、これ12になりますね。なので12になって、で、27×300 分の 300-x の2乗と。
続いて27で割ります。両辺を27で割ってしまいます。だから何とかの2乗イコールにするわけですね。27で割ると27分の12だから3で割って9分の4になりますね。そうすると300分の300引く x の2乗が9分の4という具合になります。ただ続いて2乗を取ります。2乗を取ったら300分の300引く x イコールプラマイ3分の2で、続いて両辺を300倍しますと300引く x イコールプラマイ200で、300を移行しますマイナス x イコールマイナス300プラマイ200。そうするとマイナス x がマイナス300足す200でマイナス100、マイナス300引く200でマイナス500、よって x が100と500と出るわけです。ただし今 x っていうのはこの 300g から組み出してますから、x g ね、つまり300を超えてしまったらまずいですね。なので500はダメですよね。今 x っていうのはまあ常識的に考えて300より小さいと、まあ、0が起きてね、ということなので x イコール100という答えになるよということですね。いいかな。はい、ということで、いい、これ2乗ね、展開しないでください。これ展開するとぐちゃぐちゃになって計算できないよね。ミスしますから、絶対間違えますからね。2乗展開せずに2乗で塊でやって、2乗取ってプラマイってやって答えを出すという流れになります。以上で解説終わります。よかったらね、チャンネル登録、高評価、コメント待ってます。では。